さて今日はスタジオにはスペシャルゲストにお越しいただいています。歌手のサラ・オレインさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。いやスタジオに赤い帽子をかぶってこられてびっくりしました、ね、本当ですよ。似合ってらっしゃる。ご自身のですか？自前です。自前、はい、広島といえばタープ、はい、ありがとうございます。嬉しいですね、うん、さあゴーアップにご出演いただくのは2回目なんですが、改めてプロフィールご紹介します。サラ・オレインさんはオーストラリアのご出身で、シドニー大学を卒業し東京大学に留学されました。3オクターブの歌声で癒しの歌姫とも呼ばれているんですよね。でさらに歌だけでなくバイオリニスト、作詞作曲家など幅広くご活躍されていますね。えそして広島が大好きでいてくださって、ね、嬉しいです。お顔が小さいから。久しぶりの広島ですか？久しぶりです。もうぶち嬉しいです。ぶち嬉しい。さすが。広島弁ももうマスターしてますね。広島弁もね、いろいろ使ってくださって嬉しいです。そして今日平和公園にも、そうなんですよ、いてくださって、はい、はい、どうでしたか？なかなか一言では表しにくいんですけれど、でも、ね、一人一人こう物語があってやっぱりすごく悔しいですし、フェアじゃないなっていう、他人事じゃないなっていうのがすごく感じましたね。ね、いろんな広島を、ね、感じてくださっていると思いますね。本当サラさんには、ね、こういろんなお話も聞いていこうと今日思っているんですが、はい、まあ、せっかくお越しいただきましたので、はい、やはり歌声を聞きたいなと思います。嬉しいですね。スタジオで、ね、はい、歌っていただける、はいはい、ありがとうございます。よろしいでしょうか？はい、じゃあ持ちましょう、はい、すいません、はい、しっかり持ってきます。ありがとうございます、はい。それではこのスタジオで一曲ご披露いただきたいと思います。坂本龍一さん作曲、戦場のメリークリスマスです。どうぞ。There's a hero's tale of a ship that sails under distant stars, somewhere far away, and she's bound for glory on a foreign shore. But the heroes, every boy who sailed off to war, somewhere far away, there's a soldier boy who dreams, dream of home, where a nightingale sings a promise to the ones who sleep alone. Spring is in the air with the scent of cherry blossom in the air. Oh, spirit of prayer, say bring our heroes safely home again. So the willows weep and the candles burn, for there is no sleep for the ones who yearn. As I tell your story with a faithful heart, you are always in our thoughts, though we are worlds apart. Somewhere far away, there's a soldier boy who dreams a dream of home, where a nightingale sings a promise to the ones who sleep alone. And spring is in the air with the scent of cherry blossom in the
やもう本当にもう空気が一変するというか、もう感動しました。ありがとうございます、心でありながら力強さもあって、もう本当に今もう涙がじわっときました。いや本当に、今日ね広島平和公園を巡っていただいて、まはい、なんかいろんな思いがサラさんの歌声の中に込められてるなというふうに思いました。そうです、本当に他人事じゃないなっていうメッセージを伝えていきたいですね。本当に思いのこもった歌声でした。ありがとうございます。さあそんなサラさんなんですが、サラオレインさんの10周年記念コンサート1が広島で開催されます。10月15日土曜日、広島国際会議場フェニックスホールで行われます。チケットはローソンチケット、チケットピアなどで販売中です。今回のコンサートの見どころは何ですか、はい、サラさん。もちろんこの、まあ、ワンというタイトルだけにすごくシンプルなんですけれど、こう唯一無二のオンリーワンな存在、自分しかいないからやっぱり自分を大事にしてくださいっていうメッセージと、やっぱり世界も一つしかないので、こうどうやってうまくみんなで共存できるかなっていう、そんないろいろなワンを、はい、まあ、心をワンにしてみんなと考えていって、そして楽しみたいなっていう思いが、はい、そのサラさんから湧き出る思いがね、この歌声となって、もう皆さんの心揺さぶると思います。ね、ぜひ皆さん会場で生でお聞きいただきたいと思います。さあサラさん、本当にね今日ここの時間までありがとうございました。ありがとうございます。この後もですね、番組のご時代最後までお付き合いいただきますので、いいんですか。もちろん、ありがとうございます、はい、じゃあ帽子お返しします、はい、これも持って、はい、じゃあサラさんにもお付き合いいただきながらよろしくお願いいたします。